王祭とは、岡山県久米郡などで行われる祭り。国の選択無形民族文化財。神言密教と修験道が融合した全国でも珍しい記祭で、村人から選ばれた一人の者が一週間時で、精進決祭に努める。これを、ご褒美と言い,い、行を終えて、身を清めたそのものに、修験者らの祈り付けによって、ご褒全身が憑依して、深夜の山岳寺院を、 シック調約する。これを、ご放楽お遊びと称する。このお遊びの場に、心身不条のものが混じっていると、ご褒美に捕まり3年以内に死ぬと言われ、参加者にも汚れを避けることが求められる。参拳者は捕まらないように逃げ回ったり隠れたり、しなければならない。最も古い伝統を持つと見られるのが遼山寺で、現在も遼山寺を中心に取り行われているが、周辺の寺院、 神社でも祭りは開催され、かつては大山寺、本山寺など、久米郡南部を中心に、様々な場所で行われていた。県地元年7月10日、想定上、お鎮守病ことご法神宅、自創所ため軸、合ご法託船、立船数百字、皆、不況のことなり。以下は、近代化後も行われていたが、現在では中止された場所。以下は、歴史上かつては、 ご法祭が行われていた、場所日頃真面目な暮らしをしているものでなければならない。二条山鎮守ご法彩式行事期鳥ご法、遼山寺の豪様は鳥ご法であるから、高いところまで追いかけてくる。仏教寺もそうであったという。犬ご法、清水寺の豪様は犬ご法であるから、銅の床下まで追ってくる。ブラク寺もそうであるという。 仏教寺及び本山寺のご法祭は、祈りつけの際に、独特の唱え事をする、ご法弥が両腕を固定した特棚な姿勢をとる、鳥飛びと称する、様式化した足踏み法を行うなど、両山寺のそれとはやや異なる崩落があった。ありがとうございます。